市販学校。市販学校とは、教員を養成する学校であり、戦前の日本及び日本の統治地域に存在した、初等、中等学校教員の養成、市販教育を目的とした、中等、高等教育機関とされ、教員養成機関の一つ。1872年、明治5年9月からの約1年間、市販学校は東京に設置された、 日本初の教員養成機関、後の東京高等師範学校、東京教育大学を経た、現在の筑波大学の前身の固有名称であった。これが1873年、明治6年8月に、他の6大学区での管理師範学校設立に伴い、東京師範学校と解消したため、以降、師範学校は、教員養成機関の総称となった。 終了までの年限は高等小学校卒業後4年、あとに5年、中等教育課程、旧正中学校等終了者は1年、あとに2年。市範学校は卒業後教職に就くことを前提に授業料がかからないのみならず生活も保障されたので、優秀でも貧しい家の指定への救済策の役割も果たしていた。市範学校高等市範学校。 文理科大学というコースをたどれば、学費無料で、中等学校、高等学校、帝国大学という、ルートに匹敵する教育が受けられたため、経済的な理由で進学を断念せざるを得ない、優秀な人材を多く吸収した。この制度に助けられた人物に、明治、大正期の陸軍軍人、秋山義古や、昭和期の軍人、韓国大統領、北世紀、どちらも教師を経て、 陸軍士官学校入学、朝鮮戦争で創設間もない韓国軍の若き指揮官とて活躍した軍人、外交官、実業家である白禅翼、師範学校卒業後は、満州国の軍官学校、士官学校に入学したため、勤務義務は免除された、実業家、後藤慶太、東急グループ初代総帥、旧制上田中学卒業後、小学校の代用教員を経て、 東京高等師範学校英語教師、東京帝国大学らがいる、なお作家、菊池博士は、家庭の経済的事情で、東京高等師範学校に進むことを余儀なくされた、もの、そこが原因で、退学処分を受け、素父家からの援助を取り付けて一校に入学し直した。しかし一方で、師範学校の寮生活において、学校によっては、上級生による、 下級生へのいじめ、しごきが問題となった。そのため、全行制を廃止した学校もあった、広島県市販学校など。また、卒業生の中には、市販タイプと称された融通が効かない教師もおり、この存在は、戦前においても問題視されていた。そして戦後、連合国軍最高司令官僧司令部、GHQ。 スキャップが米国に習って、教員養成を大学で行うよう指導したこと、市販学校側も、大学へ昇格する道が開けたことから、かかる指導を積極的に受け入れ、市販学校は消滅した。その結果、戦後、各地の市販学校は、アメリカ合衆国の、リベラルアーツカレッジなどを手本にして、旧制諸学校を保有した、新生大学の教育学部、学芸学部として、 再出発することとなった。しかし、大学への移行に伴う教官の審査では、当然研究者としての実績が重視されたため、黒板の書き方や学級経営など実務ノウハウしか持ち合わせなかった、旧正師範時代の教官の多くは審査の結果、不適格として教団を追われた。このためこの時期に大幅に教官を入れ替えた学校が、多く、また県内の師範、 青年市販のキャンパスも順次統合されていったため、校風は大きく変化した。一方で、多くの優秀な旧正中学校などの教員が、引き抜かれ教授や、助教授として迎えられた。カリキュラムは当初、リベラルアーツカレッジに習って、教養教育に重きが置かれ、大学によっては、医学部への進学課程等も置かれていたが、戦後、 小中学校が整備されるとともに卒業生の進路も教員が主流となり、1966年、昭和41年に改正国立学校設置法が施行されると、ほとんどの学芸学部は教職以外の分野に進むコースを順次廃止し、その名称を教育学部へ変更するようになった。そこに教員養成課程が置かれて、ここで主に小学校教員。 中学校教員、幼稚園教員、養護学校教員、現特別支援学校教員が養成されることに行った。しかし、教員が余剰になると、教員養成課程が余剰となり、再び教員養成目的以外の教養課程などが置かれることとなった。いわゆるゼロ面課程である。現在の制度では、あらゆる学部から教員免許を取得できるようになっている。 各大学で開校される教職課程の科目を履修し、教育実習などを受けて定められた単位を取れば、教員免許の要件を満たすことになる。しかしこれに伴い教育学を専門に学ばなかった学校教員の力量不足が指摘されるようになり、市販学校制度を復活させるべきであるという議論も一部にはあった。しかし、専門職要請は大学院レベルで行うことが、 世界的な潮流であり、日本においても、放送を含む高度専門職要請のために、専門職大学院制度が導入されたことともあり、待って、これからの教員に必要とされる高度なスキルの習得は、大学院レベルで行うこととなった。そこで、専門職大学院の一つとして、教職大学院制度が導入され、2008年4月1日、平成20年度から開設された。 薬学部のように6年生課程への改変が検討されたが、諸般の反対により実現していない。4年生のまま実践的なカリキュラムへの改変を進めること、10年ごとに教員免許の更新制度導入が代わりに進められた。ただし、更新制度は形式的な講習を受けるだけのものとなり、いたずらに多忙な教員の休暇が失われるだけで実効性が薄いとの批判がある。 高等師範学校は、中等教員を養成する学校である。以下の学校が存在した。尋常師範学校は、初等教員を養成する学校である。各府県に1校設置され男子部と女子部が置かれた。1897年、明治30年の師範教育令により、高等師範学校は、師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員、 女子高等師範学校は師範学校女子部、高等女学校の教員を養成することが定められた。高等師範学校は中学校卒業、女子高等師範学校は高等女学校卒業を入学資格とした。学士の称号を授与されるのは大学の卒業者のみが原則であるが、東京高等師範学校専攻科と、 広島高等師範学校特育専攻課の卒業生についてのみ、特に文学史と称することが認められていた、高等半学校専攻課卒業者の称号に関する、県、昭和5年直例第36号。1897年、明治30年の師範教育令により尋常。師範学校は、師範学校に改められ、各道府県に一行。 または通行を設置されることになった。1920年代後半までに女子部は女子主犯学校として分離された。高等小学校、小学校高等科卒業を入学資格とする本科第一部、1925年から5年生、と、中学校もしくは高等女学校卒業を入学資格とする本科第二部、1907年に制度化。 1931年から2年生が置かれた。第1部の学科目は、修身、公民化、教育、国語漢文、歴史地理、英語、数学、理科、実業、男生徒、家事裁縫、女生徒、自画、趣向、音楽、体操が必修で、さらに第4学年以上では、国語漢文、歴史、地理、英語、数学、理科、実業、 家事裁縫、女生徒、自が趣向、音楽の中に付きその数科目を増加線を収めさせた。第二部の学科目は、修身、公民化、教育、国語漢文、歴史地理、数学、理科、実業、男生徒、家事裁縫、女生徒、自が趣向、音楽、体操が必修で、さらに国語漢文、歴史、地理、英語、数学、理科、実業、 家事裁縫、女生徒、自が、趣向、音楽の中に付きその数科目を増加線を収めさせた。また専攻科が、本科の学科目、またはこれに関連する学科目について、さらに制裁高等な学習をさせる目的で、設けられた。修行年限は1年。入学しうるのは、市範学校卒業者、または、これと同等以上の学力を有する者。 専攻科は、修身、哲学、教育、国語漢文、実業、男生徒、家事裁縫、女生徒、体操が必修で、さらに公民科、心理及び、倫理、国語漢文、歴史、地理、英語、数学、理科、実業、家事裁縫、女生徒、自我、思考、音楽、体操の中に付きその数科目を増加線を収めさせた。本科生徒は、 最終学年中一定期間教制として、付属小学校において、教育実習をしなければならない。市販学校においては一般に授業料を徴収しない、こととなっていて、なお、各府県においてそれぞれある数の生徒を限って、公費生として、若干の学費が給与された。また、市販学校本科卒業者には、各府県から、本科生教員としての教員免許状が付与され、 かつその府県内の小学校教員に任命された。カラフト台湾、朝鮮関東州、満州、1943年、昭和18年の市販教育令により、高等師範学校は中学校と高等女学校の教員、女子高等師範学校は高等女学校の教員を養成することが定められた。 1947年の学校教育法制定と1949年の国立学校設置法により、東京講師は分離大と合併し東京教育大学に、広島講師は、広島女講師と共に、広島分離大、旧正広島高校、旧正広島高専等と合併し、広島大学に東京、 奈良領女講師は大学に昇格し、それぞれ、お茶の水女子大学と奈良女子大学に、金沢講師は、金沢大学教育学部になった。また、岡崎講師は、戦災で、岡崎市から、豊川市に疎開後、岡崎市に戻ることなく、名古屋大学教養部、現、情報文化学部の豊川文校になった、名古屋大学教育学部は、戦後の新生大学発足時に改め学部として、 新設されたもので、講師の系統を組んでいない。1943年から、市範学校は、国民学校教員を養成する管理図の専門学校程度の教育機関となった。市範学校には、本科と余科が置かれ、本科は中学校もしくは高等女、学校卒業生、余科は国民学校高等科の卒業生を呼び、 中学校もしくは高等女学校2年修了者が入学できた。全国に以下の師範学校があった。括弧内は新生大学。カラフト台湾朝鮮関東州、満州、1944年の師範教育令改正により青年学校の教員要請をしていた都道、長府県立の青年学校教員要請書が管理の 専門学校レベルの教育機関である青年師範学校になった。予科を修了した者、中学校、または高等女学校を卒業した者が入学でき、男子部と女子部が置かれていた。全国に以下の青年師範学校があった。括弧内は新生大学、カラフト台湾高等師範学校とは別に、帝国大学及び直轄小学校内に、 臨時教員養成所が設けられ、市範学校、中学校、高等女学校の教員不足の解消が図られた。ことに、大正末から昭和初期にかけては、臨時教員養成所の定員は、高等市範学校の定員の半分を超える規模で、1926年、大正15年当時、臨時教員養成所生徒数1542名。 高等師範学校生徒数2719名、多数の中学校教員を供給するなど、大きな役割を果たした。臨時教員養成書、完成。1902年、明治35年3月28日直令第100号。第1期、1902年臨時教員養成書規定、制定。第2期、1922年臨時教員養成書、規定改正頃。 第三期、戦時体制下、大学及び直轄小学校内に、実業学校教員の養成所が設置された。実業学校教員養成規定、1899年制定、これら不設教員養成所は、学生改革で一旦廃止になったが、更新の東京工業大学、広島大学、室蘭工業大学、金沢大学、東北大学、名古屋工業大学では、 工業教員養成課程が設置された。私立大学専門部、大学専門部、旧姓イコール専門学校令による専門学校にあたる私立専門学校に市販学校、中学校、高等女学校の教員を養成するための高等、市販部、高等市販課が、小学校の教員を養成するための市販課が存在した。市販学校、 高等師範学校などの他に、管理の専門学校、私立の専門学校、各種学校において、自画、音楽、体育、武道、教員の養成課程があった。家庭科教員の養成は、高等女学校専攻科、女子専門学校が大きな役割を果たしていた。管理私立、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。